こんばんは、しおちゃんのお時間です。食感と香りの良さから日本では冬の味覚として大人気のカニですが、淡水に住む中国モクズガニなど一部の種を除いて養殖は難しいと言われています。それではなぜカニの養殖はできないのでしょうか。そこで今回はカニの生態を見ていくとともに、養殖ができない理由、そして現在取り組まれている養殖の試みについても見ていきたいと思います。ちおちゃんでは生物について解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。現在中国の江蘇省では中国モクズガニの養殖が行われています。日本では一般的に上海ガニの名で知られているこのカニは、中国および朝鮮半島東岸部の広い地域の川に分布しています。中国の秋の味覚で高級食材として人気があり、重要な食用種となっており、紐で縛って蒸す蒸しガニなどにして食べられ、日本にも輸出されています。このカニの最も有名な産地である江蘇省の沿岸地域で一貫して養殖する他にも、産卵からメガロパ幼生になるまでの飼育を行った後、長江の上流地域に移して出荷できるまでの大きさに育てられることがよくあります。これは長江流焼きの方が味が良いとされるからです。また山形県、秋田県などでも養殖が行われています。中国モクズガニは通常2から3年で成熟しますが、日本では早熟の1年で成熟に達するものを持ち込んでいます。しかしこのように淡水で飼育できる中国モクズガニを除いて、タラバガニ、ズワイガニ、ケガニなどの多くの種類の養殖は難しいと言われています。カニの養殖が難しい理由の一つとして、カニの中には縄張り意識が強い種があり、狭い空間で多数を飼育すると争いが起こりやすいことが挙げられます。ノコギリガザミは昼は巣穴に潜んで、夜に巣穴から出て活動し、満ち潮に乗って波打ち際付近で餌を食べていますが、この時オス同士が鉢合わせると喧嘩になります。争いは激しく、体の一部が損傷してしまうこともしばしばあるほどです。カニを高密度で飼育している場合は共食いをしてしまうことさえあり、たとえ低密度であっても脱皮直後で柔らかく動きの遅いものは食べられてしまう可能性があります。次にカニの養殖が難しい理由として成長が遅いことが挙げられます。マダイ養殖の場合、天然マダイの稚魚を捕まえて飼育していた頃は出荷までに3から4年の期間がかかりましたが、人工種苗の生産技術が確立するとともに成長の早い種苗が生産されるようになりました。このため約20ヶ月で出荷できるようになっています。人工種苗とは養殖または漁獲された親から人工的に生産された幼生や稚魚などを言います。一方ズワイガニだと1年に1回の脱皮で5センチほどしか大きくならず、食卓に並べられるような大きさになるまでに10年ほどかかると言われています。タラバガニ、生物分類学上はヤドカリ科目に分類されるヤドカリの仲間も同様に成長が遅く、オスメスとも10センチメートルほどで性成熟となりますが、そこまでにおおむね10年を要します。ケガニでも甲羅が8センチメートル以上になると漁獲規制から外れるのですが、それまでに5年かかると言われています。このように成長が遅いと飼育コストがかかり、採算が合わなくなってしまいます。さらにカニは飼育そのものが難しいと言われています。タラバガニだと水深350メートル付近の深海に住むなど生息できる環境が限定されており、養殖できるような浅い海では飼えません。そのため生育環境を高度に維持する水槽が必要となり、高い技術や費用がかかってしまうのです。ズワイガニも深海域に生息し、脱皮、季節移動、寿命など生態の解明はあまり進んでいませんが、オホーツク海での調査では季節により生息域が変化したり、オスとメスで生息水深が違うことが確認されています。交尾母に産卵されたズワイガニの卵は親の腹に付着して放卵され、1年から1年半経過すると孵化してプレゾエアとなり海に放出されます。プレゾエアの体長はわずか3ミリメートルしかなく、姿も親の姿とは違いボウフラのようです。その後ゾエア、メガロパと脱皮を繰り返し大きくなります。飼育実験によると
ソエア幼生からメガロパ幼生期の100日から120日で、その間はプランクトンとして水中を漂います。その後ジガニとなり着底するのです。この幼生の期間は適正水温が9から14度と、飼育には水温管理が必要となります。また他のカニでも幼生期には海水中でプランクトンとして生活し、成長すると陸や淡水に移動する種類が多くあるなど、その生活史は複雑です。このように卵からチガニにするまでが難しいため、現在カニの養殖はほとんど行われていないのです。ただ大分県豊後高田市では現在ミサキガザミの養殖が試みられています。同市のカカジ地域は渡りガニの交漁場が多く、そこで水揚げされる大型の渡りガニを地元ではミサキガザミと呼んでいます。ミサキガザミは宗灘を回遊し、成長もよく非常に美味しいガザミと言われてきました。しかし現在では漁獲量が下がっているため、安定してガザミが供給できず、カカジ地域の産品として消えつつあります。このためミサキガザミの再興に向け、大分県と同市漁業協同組合、漁業者で組織する団体水産振興養殖事業促進協議会が養殖の取り組みに乗り出したのです。この研究ではガザミは縄張り争いをするため、チガニを個別のケースに入れて育てるカニハウス養殖という技術が開発されています。また食いつきがよく身入りの良い餌の研究開発をし、生育コストなどを考慮しながら養殖方法の確立を目指しています。他にも国内初のタラバガニの養殖事業化に向け、根室市と市内四漁協が養殖協議会を設立しています。水産研究所の水槽ではタラバガニをチガニから飼育し、陸上養殖によって成長を促させ、幼生8万匹を孵化させています。また毛ガニの陸上養殖を研究している東京理科大長万部キャンパスの基礎工学部は、水槽内で飼育している生態2匹を1年以上生存させることに成功しています。同学部は噴火湾で獲れた毛ガニ30匹を4つに仕切った水槽に入れ飼育を開始しました。そしてろ過や冷却などを続けながら、海水を月1回入れ替える閉鎖循環式という養殖法で育てています。近年カニの漁獲量は減少しています。1983年に10万トンを超える漁獲量だったカニは、2012年には3万トンを切っています。さらに2020年では2700トンにまで減少しています。カニの漁獲量の減少の理由として、地球温暖化に伴う海水温の上昇でカニの生息環境が変化していることや、乱獲や密漁でカニの資源が枯渇していることが考えられています。またカニの餌となる生物の減少なども影響しているようです。カニ養殖の商業化が実現すれば、カニの生息数の保全ができるとともに、美味しいカニが安価で手に入る日が来るかもしれません。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。